ちは、こんばんは、おはようございます。サンドタイムオーリーです。今から、ヒカル君の唐揚げとハンバーグを食べに来ました。ジョイフルです。これから中に入っていきたいと思います。行きましょう。ユキに LINE で送ったんだけど。誰？お休みって。ああ送った時点でもう寝てたの。まあ、昼来て。いや、まあ、時間が時間だから。あ、じゃなくて、来る前に送ったんで。近いところ。ん？何だこれ？ガソリンか。え、どうなった？ 63 度。あ、疲れた。どんどん来ちゃいました。本当あった。これが。これも。ライス一杯、おかわり自由って書いてます。無料。唐揚げと。ライスとこれ。本当だ。だから、マー君に。これハンバーグにしましょう。うん、だから唐揚げを頼んでもらって一個だけください。うん、あ、どうぞ。で、僕はハンバーグ、これ。あ、これね。ハンバーグ。もちろんこれ。こっちでいいか。物は一緒ですもんね。このエビフライがついてるかついてないか。うん。これでいいんじゃないですか。冗談抜きでうまいハンバーグ。うん、だからこれをだから半分食べてもらえば。うん、半分食べてるかどうか分からないけど、あ、とりあえずだから一個ずつ頼みましょう。どっかです。ご飯も頼みますし、うん、ご飯頼みましょう。おかわり自由、無料って、うん、いっぱい、ね、じゃあ決まりです。あとあれかな、ドリンクバーなのかな。ドリンクバー、ドリンクバーもう何年かぶりだから。ドリンクバー僕初めて来ました。何年とこれ10年ぐらいですよ。ここじゃなくて、あの熊谷、熊谷通り。ドリンクバー。ドリンクバーいらないけど。ドリンクバーってあるんですか？ございます。あ、じゃあドリンクバーで、はい、でこの唐揚げのどっち？はい、こっちですよ。こっち5個のやつ。うん、5個です。これと、はい、で和食セット、洋食セット。あ、洋食はないんですか？定食でよろしいですか？うん、定食で。はい、足しました。和食セットになります。和食セットね、はい、で、ドリンクバーですね、はい、はい、で、これ、はい、ハンバーグ、こっちの790円、はい、で、こっちもドリンクバー。こっちも洋食セット、和食セットありますか？単品、単品でできるんですか？単品でよろしい。じゃあ僕は単品で、はい、以上。あとドリンクバー、割引チケットお持ちでしょうか？何も持ってないです。はい、じゃあチケットセットドリンクになります。はい、確認させていただきます。両団で前、ヒカル唐揚げ定食6個1つ、ヒカルハンバーグ単品1つ、セットドリンクは2つですね。はい、はい、少々お待ちください。はい、何なんそっから言うんだ。え、何何え、ゼロコーラ。あー、ゼロコーラなかったらウーロン茶。からね、この光る考案、冗談抜きでうまいハンバーグ開発してみたの、ハンバーグこっち側のやつね、今日食べたいと思います。で、僕はこっちの、光るの冗談抜きでうまいおかんの唐揚げ開発してみたを食べたいと思います。じゃあ、料理が来るまで溶けます。今唐揚げとハンバーグ、こっちの 黒いソースのやつとチーズと、あとはこの唐揚げの方はこのソースと、このからしマヨネーズで、とあと何もつけずに食べました。
まあ、率直な感想を言ってまずくはないんですけど、 YouTube でなんかむちゃくちゃうまいって言ってたのにちょっとなんか肩透かしというか、あの美味しいのは美味しいんですけど、ちょっと期待よりもちょっと下回っちゃったかなっていうような感じでした。今日一緒に来たねマー君も今食べてるんですけど、一回マー君に僕が一番今うまいと思ってる唐揚げ食べさせてみようかなと、次東京行く時に、と思っています。出来たてのやつ、今のところ僕の中で1位の唐揚げがあって、その唐揚げを今度ちょっとマー君にも食べてもらおうかなと思います。全然美味しかったのは美味しかったんですけども、ただむちゃくちゃみんなが言ってたのよりはちょっと味が、まあ好みの問題だと思いますけどね、僕はちょっと期待外れだったかなと思いました。すいません、忖度なしの正直な感想なんですけど、でも美味しかったのは美味しかったんです。はい、まあ、ちょっとねまだ今固形物がそんな食べれないんで、唐揚げ1個とあとハンバーグのねその黒いソースの方とマヨネーズ、チーズの一切れずつ食べただけなんですけどね、残りは全部マークが今一人で食べてます、ね、とりあえずね、まあ、ちょっとね今日撮影が遅くなっちゃったんで結構な時間ですけど、今2時25分2時23分なんですけどね、僕はもうこれで、食事終わりです。まあ、食事というかね、まあ、ちょっと味見ですね。ジョイフルさんに来たのも初めてなんで、今後ねまた来てね他のメニューも食べてみたいなと思います。もうちょっとね11月15日にね手術して胃を8割カットして、ちょっと今食べれないんですけど固形物が、だから食べれるようになったら一回ちょっと試しに他のメニューとかもね食べてみたいなと思いました。むちゃくちゃ美味しいって言えなくてごめんなさい、また食べに行きたいです。三トンタイモーリーでした。高評価と、いいねと、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね。ついに光くんのハンバーグ届きました。はい、ということでついに光くんのハンバーグと、唐揚げが届きました。こちらです。じゃじゃん、ハンバーグ唐揚げです。僕はねまるまる食べるのでね一緒に来た、これから YouTube をやる、マークが食べます。僕はほんのちょこっと一切れずつぐらい、唐揚げは1個だけもらう予定でおります。ちょっと楽しみです。じゃあマー君が戻ってくるまで、あ、戻ってきましたね。じゃあ僕は後ほど。アントン対モーリー藤山、森重慎之介、モーリーチャンネル。
世界が終わっても